失礼な話、俺がご馳走する時とかもあるわけ。ああいいよね、それとは嬉しいよね。いやありがたいよね、おごらせてくれるっていうのはね、うん、ただ困るのがさ、うん、この間こうたけしさんの楽屋とかコンコンって言ったらさ、たけしさんと、うん、ガダルカナルさ高さとダンカンさんとか、うんうん、あと博士軍団の人が、うん、がこう一緒にいてさ、たけしさんがさ、うん、いやだからよみたいな感じでなんか話してる雰囲気だったの、うんうんうん、で俺が言ったらさ、たけしさんがさ、うん、こう立ってさ、どうもこの間ごちそうさまでしたって挨拶をしていや、たけしさん本当にそういう人だから ねでちょっとたけしさん勘弁してくださいよ、うんうんうん、俺なんかにねこう立って、うん、でずっとさ、ずっとこうやってたけしさんがさ立って俺と喋るわけでさ、タカさんとかダンカンさんとか博士もさ、たけしさん立ってるから立たざるを得ないじゃん。でもさ、ね、いやいや、なんで後輩の上田が来たからって俺たちも立たなきゃいけないんだみたいな感じになってさ、気まずいな、いや、ものすごい気まずかったわ。